毎日ポジティブはい、ポジティブ18年スーパーポジティブティーチャー福豊生マスター絶賛ですね。声が枯れております。はい、声が枯れてもね、声なんとか聞ける、聞き取れるぐらいの言葉はね伝えられると思うんで、今日も毎日ポジティブ撮っていきたいと思います。今日はですね、昨日来ていただいたお客様ですごくですね素敵なお話を聞いたので、その話をですねぜひともシェアをしたいと思います。その方ですね、昨日たまたまですね居酒屋に行こうと思って、Google で見ていたらこのポジティブ居酒屋パッて出てきてですね、なんだこのポジティブ居酒屋思いやりという素敵な名前はと言ってですね来てくれた方なんですけども、まあ、その方ですね、おそらく45歳ぐらいの方ですかね。はい、赤い、このメガネをかけたですね、すごく素敵な方だったんですけども、まあ、その方とですねいろんなお話をさせていただいて、その昨日来てくださったその赤いメガネの方のですね奥さんがですね、すごく普段はポジティブなんですけども、まあ、更年期障害というものにですねなってですね、電車とか人混みがですね苦手になってしまって、そうやって電車に乗ってしまうともう汗がブワーッと出てですね緊張してしまって、もうずっとその電車に乗ることができなくなってしまって、特急とか快速って、まあ、もう乗れなくてですね、もう全て各駅にしていつでもですねもうすぐ降りれるようににっていう形で、なんとかですね、乗り物に乗ってるという、そういう症状が出てしまったみたいなんですよ。で、旦那さんはですね、いろいろ調べてみたら更年期障害で、そういうふうにですね人混みが苦手とかですね乗り物に乗れなくなってしまう、そういう人がいるというのを知ってですね、でその方が取った行動は、自分がアドバイスしたり自分が何かを伝えるのではなくて、その奥さんに寄り添うということだったんですよ。でその奥さんに、まあ、こういういろいろですね奥さんが今抱えている問題とか、急に女性のホルモンバランスですごくですねこう旦那さんに当たってしまうことがあったりとか、人混みが苦手になる、乗り物にも乗れなくなってしまう、すごくこう感情の起伏が激しくなってしまう、まあ、そういうことがですねあった時でも、最後までですね、その奥さんに寄り添って話を聞いて、じゃあ病院に行ってみようかって言ってですね、奥さんが行こうというところいう気持ちになるまではこちらからは病院に行こうとも言わずに、で奥さんがじゃあ購入したいって言ったことに対して全てついていってですね、そこでいつも微笑みながら奥さんの話を聞くと、それがですね約5年間ずっとですね続いたんですよ。で最終的に導き出した答えとしてはですね、奥さんがいろんなことをですねなんとか自分の更年期障害をですね薬を飲んだりとか、いろんなことをですね、してですねなんとか克服できたんですよ。でもそれは旦那さん様が何かを言ったというよりも、奥さんが自分でいろんなことをこうチャレンジしてみて、そしてでも常に旦那さんは寄り添ってくれて、そして出た答えがちっちゃいペットボトルの中に水が入っている、その水を持っている時はすごく心が落ち着くというところだったんですよ。でその水を持っていると何かあった時にとりあえずこの水を飲めば心が落ち着く、そういう何か物、小さな水かもしれないけれどもこの水を飲んだら安心できるというところにたどり着いて、今はその小さなペットボトルを持ってですね乗り物に乗れるようになったんですね。でここで僕は何が言いたいかというと、旦那様がね、いろんなことをこういうのをやった方がいいんじゃない、ああいうふうに言った方がいいんじゃないっていうこともね、一つの正解かもしれないんですけども、その奥さんが自分でチャレンジしてみて、自分で考えて、そして自分で、どん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 答えを見つけていった答えが今、小さなペットボトルだったんですけど、でもそこまで、旦那さんは自分からはこうしよう、ああしようとは言わずに寄り添ってくれた。だから奥さんは気持ちを壊さずにですね最終的に、なんとか更年期障害というのをですね克服できたんじゃないかなって僕はその話を聞いて思ったんですね。やっぱり大切な人に、アドバイスすることも一つの正解かもしれないんですけども、常に寄り添って、そしてその
人のことを話っていうのをちゃんと聞いてあげる、不満とか愚痴みたいなものも全部聞いてあげる、それがすごく大切なんじゃないかなっていうのをですね、昨日来ていただいたお客様から学べました。すごくすごく何かいろんなところにね、僕は通ずるものがあるんじゃないかな。それが反抗期を迎えた子供だったりとかね、もうアルツハイマーになってしまった自分のご両親とかね、うつ病にかかってしまった自分の友人親友とかね、そういう人たちに何か自分ができること何かなと思ったら、もしかしたらその正解が寄り添うことなのかもしれないというのを、昨日のその赤い眼鏡の方にですね、僕はすごく大切なねヒントをいただけたのじゃないかなと思いましたので、今日はこうやってシェアをさせていただきました。ということで以上、毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。